日本東京都世田谷区絹田地域岡本岡本は東京都世田谷区の町名である。現行行政地名は岡本1丁目から岡本3丁目。郵便番号は157-0076。世田谷区南西部の絹田地域に属する。北部は東名高速道路を隔てて絹田公園に接する。国分寺崖線に沿うため、崖線の上下を結ぶ急坂が複数見られる。 坂の下は、岡本三丁目に源流を持つマリコ川や、その支流である八つ川が流れ、町域の西部は、仙川に接する。その他隣接する地域として、大倉、瀬田、蒲田、玉川がある。国分寺が気仙の風光明媚な高台があることから、明治時代末期から政財界人や著名人たちが、邸宅や別荘を構え、現在では高級住宅街として知られる。 東京都都市整備局による2018年の評価では、岡本1丁目から3丁目までいずれも、地震に対する総合危険度は5段階評価のうち、相対的に最も安全とされる、ランク1になった。町域内に、鉄道駅はなく、東急田園都市線の洋賀駅、二子玉川駅までは、徒歩20から30分程度要する。二子玉川駅からは、工述のバス路線を利用できる。 岡本二丁目の聖火動力地は、元は岩崎家の庭園であったものが、戦後四十数年間ほぼ手つかずの状態のままにあったために、商用樹林が生い茂り、国分寺が決戦の貴重な自然が残されている。現在は世田谷区の管理地となっている、岡本三丁目の坂。撮影日もうっすらと富士山が望めた。 2007年4月岡本山丁目27番地と28番地の間に通称岡本山丁目の坂と呼ばれる国分寺が決戦の急坂がある。この坂は坂上から玉川方面を望むと視界を遮る高い建築物がなく晴れた日には富士山を望める。映画、テレビドラマやミュージックビデオの撮影が行われることもある。 近隣の岡本民会や聖火堂文庫とともに、世田谷百景の一つである。国土交通省関東地方整備局により関東の富士見百景にも選ばれており、それらのうち東京23区内で7カ所選ばれている、東京富士見坂の一つに挙げられている。関東地方整備局による案内柱が坂上に設置されている。住宅地の地下は、 2017年7月1日の工事地下によれば、岡本3の7の2の地点で48万円平方メートルとなっている。1597年の6号用水、改作関係の文書に書出する。1889年に、絹田村の大技となる。1936年より、世田谷区岡本町。1968年に住居表示が実施され。 岡本一丁目から三丁目が成立した。近代において国分寺が気仙沿いには製材怪獣鎮の別邸が多く建てられたが、岡本にも岩崎小屋田、相川義助、高橋惚歴世などの別邸が存在した。また東宝スタジオなど映画関連の施設が周辺に点在することもあって、映画監督や俳優も邸宅を構えた。 村内の超円寺の3号から取った、あるいは木曽義仲配下の岡本重勝の出身地で、あることにちなむなどと伝えられているが、実際は地形的な命名と考えられる。2019年9月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。いずれも、東急バス。岡本公園民科園岡本の岡緑地。 ありがとうございます。